みんな旅してる？どうもしげです。石川県金沢市、歴史ある町並み。それではスタート。駅から3分ほどだということで、まずは宿まで歩きます。これが噂の鼓門ですね。やっぱりすげえな。今回の宿はこちらの3階ブルーアワー金沢。おしゃれな共用ロビー、作業ができる長いカウンターテーブルがあります。今回の部屋は大きめの相部屋。俺のベッドはここ、余裕で立てる高さがあるの嬉しいね。共用のトイレは全部で4つあるようです。こちらは共用の洗面所。洗面所の奥、共用のシャワー室も4つ。洗濯物溜まってるので、まずはコインランドリーで洗濯します。洗濯5キロ1回300円です。乾燥機は13分100円です。寒すぎる、雪が降ってきた。バスに乗って飲みに行きます。バス降りました。こっから2分ぐらいということで歩きます。着きました。今夜のお店はこちら、日本酒バル金沢シュシュ。日本酒なんと約100種類あるそう。すごい量。一杯目は草原特別純米純粋無垢70ミリ。続いてニコイチプレート、ポテサラとフクラギのなめろう。ニコイチプレートは冷菜の中から2種類を好きに選べます。ポテト滑らか、たくあんアクセント、黒胡椒効いて酒が進む。ハマチ稲田のなめろう、旨味しっかりで酒が進む。30出たから全然ちょびちょびって全部の味確かめるため。2杯目はおすすめの UFO 未確認浮遊酵母。続いては大根寿司、大根とサバのかす漬け。なんかですね、3杯目トライ、純米吟醸超辛口。向こうから入れませんかって来たってことですね。続いておでん3種。まずはこちらの車麩から。なしに計算の計、続いては大根いちゃおう。5杯目は菊姫鶴の里、5年熟成のお酒だそう。最後のおでんはもちろん卵。最後のつまみは牛すじに、香りがたまらん。さっきまで結構雪降ってたんですけど、今はパラパラなので歩いて宿に帰れます。見えますか、また結構降ってきた。めちゃくちゃ寒いよ。今シーズン初めての雪、積もり始めてるとこもありますね。いやー寒いね。宿に帰ってきました。明日積もってるかな。おやすみなさい。おはようございます。雪降ってるけどあんまり積もってはなさそうです。いつの間にか雪も止んでますね。腹減ったので朝飯食いに行きます。今日は金沢の台所、近江町市場内の山山寿司で食べたいと思います。すでに並んでる。海鮮丼がとんでもないという噂を聞きつけたので海鮮丼頼みました。海鮮丼来ました。こりゃすごい豪華。
食べ終わって出たらめっちゃ行列伸びてた。市場内少しブラブラしてみましょうか。今はカニの季節、カニがどこでもたっぷり売ってます。カキ食いてえなってことで島田水産さんでカキ食ってきます。近江町コロッケ有名だということでちょっとなんか買って食べてみましょう。甘エビクリームコロッケ買ってきました。うまそう。衣サクサク、中トロトロでうまい。近江町は土壌のかば焼きが名物だということで一本食べてきます。これが名物の土壌のかば焼きですか。今日動画一本上げなきゃいけないからしばらくスタバにこもります。アイスコーヒー飲みながらしばらく集中します。作業してたら結構雪降ってきた。これはちょっと積もりそうだね。一旦宿に帰ってるけど雪が強くなってきて結構積もり始めてるね。まだ編集終わってないけど腹減ったんでとりあえず飯食いに行きます。回転寿司のモリモリ寿司やってきました。今んとこ4組並んでます。1杯目アサヒスーパードライのチュー。まずは北陸御殿盛りが来ました。ノドグロからいっちゃおう。お次はバイガイ行ってみよう。3貫目は金沢産生ガスエビ。4貫目はホタルイカの黒作り。ラスト5貫目は白エビ。この時期だけの贅沢、香箱ガニ軍艦来ました。金沢といえばこれでしょう。ノドグロ塩炙り。2つ目の酒は加賀飛び1号。とことん贅沢に生ズワイガニ1貫。お次はマージ2貫。これは酒が進むぞ。この綿軍艦。締めはウニイクラ軍艦。今日はだいぶ贅沢したね。ごちそうさまでした。ドームになってる金沢駅、ライトアップされた夜の鼓門も素敵ですね。雪降る鼓門、美しい。動画出せたので明日は金沢を1日観光。おやすみなさい。おはようございます。今日は金沢一日観光に出発。
歩いてたら氷っぽいのが降ってきた。変わりやすい天気だな。川沿いに佇む和江町茶屋街にやってきました。旅館や料亭などが並んでいるようですね。一本入るととても狭い路地になっています。暗がり坂、雪景色が風情ですな。続いて浅野川大橋を渡って東茶屋街へ向かいます。さあ、この辺りが東茶屋街だということです。なるほど、ここも木造の素敵な街並み。こちらが国の重要文化財の島。金箔の店、金箔ソフトなんていうのもあるんですね。寒すぎるのでバスで兼六園に向かいます。兼六園下金沢城バス停に到着。金沢といえば兼六園、入場していきましょう。320円払って入場しました。雪の兼六園、寒い。おお、すごい、これが兼六園ですか。もはや広すぎて何が何だか分かりません。美しい池だけど笑っちゃうほど寒い。いやー、美しいね。マーベラス。金沢からチャンネル登録よろしくね。寒すぎるのでこちらの店でちょっと温まっていきましょう。落ち着いた雰囲気で窓の外も素敵な景色。極みコーヒーが来ました。金粉乗ってる、すごい。晴れてきました。とりあえず昼飯食いに行きます。昼飯は人気洋食店グリル大塚で食べます。金沢の B 級グルメ、ハントンライス来ました。メインはタルタルとケチャップがたっぷりかかったオムライス。フライが2種類乗ってて、カジキマグロのフライが2つ、小エビフライも2つ。昼も引き続き市街地を観光していきます。あっちゃこっちゃで消雪パイプトラップがあってやばいでんな。これが市民約46万人の金沢市役所。続いて金沢21世紀美術館行ってみましょう。うわ、すごい人だ、めちゃくちゃ並んでる。こんな人気なんだね。なんかこのプールが有名らしいけど、夕方の5時半まで予約いっぱいなんだって。21世紀美術館はいろいろと考えさせられる作品が多かったです。お次は加賀百万石の金沢城行きます。うわ、これはすごいね、迫力満点だ。これが金沢城の正門だったという河北門。さすが金沢、ちょっと他の城とは規模が違うね。二の丸の50軒長屋は入場券必要なので買ってきます。50軒長屋の名前の通り、すごい長い廊下。中見てきました。金沢城の中枢は二の丸に置かれてたんだって。ここ本丸に天守はなく、象徴としてだけの存在だったそう。本丸からの冬景色、いい眺めです。金沢城と兼六園の間は当時とんでもなく大きいお堀だったそうです。続きまして、金沢城すぐ外の小山神社行ってみましょう。参道の正面に回ってきたら立派な鳥居と門。これはすごい、本殿も大迫力。長町武家屋敷跡にやってきました。また雰囲気ある町並み。なんだか金沢は見どころが多すぎて困っちゃうね。もう十分いろいろ回ったので、夕飯までどっかでゆっくりしましょう。ちょうどいいとこにスタバあったので夕飯まで温まります。寒すぎた、スタバあったけ、ホットコーヒー。今夜はこちらのトト桜で飲みたいと思います。本日一杯目は恵比寿の生ビール。お通しは塩キャベツとブリ大根。
まずはサバ燻製とイブリガッコのポテサラ。刺身おけ盛り1人前8種類も乗ってるのすごい。まずはどでかいカンパチから。マダイも見てください、こんなに厚切り。2種目は天狗米馬順1号。本マグロもしっかり厚切り。手取り川名流純米酒大辛口。今日の目的の品ナダグロ一本焼きが来ました。それでは一番うまいところからいただきますよ。うおほラスト4種目は角ハイボール。ラスト能登のカキフライが来ました。タルタルソースを惜しげもなくかけさせていただきます。ありがとうございます。最後少しおでん食っていきましょうかということで大関行ってみましょう。最後おでんでも少しいかがですかってことで菊市入ってみましょう。おでん開いてる店がない、赤玉本店行ってみましょう。さあこの金沢ロバタパルという店もおでん食えるようだけどどうで入れるのか。日本酒おチョコ選べるということで九谷焼のこちらのおチョコにしました。日本酒は黒帯悠々特別純米半合。あ、仕事ですよ、はい、お通しは自家製肉味噌豆腐。おでんは車麩、梅貝、赤巻、たけのこを頼みました。金沢逆にどこ行かれたんですか。金沢は本日最後は各ハイボールメガジョッキ。ゴーグルじゃないんですね。そうですよ、ゴーグルじゃないですから。能登牛 A5 ランプの炙り寿司いただきます。すべてが濃厚で、すべてが濃厚ですか。ブラックホールがビッグバンです。ブラックホールがビッグバンですか。はい。すごい。うまそうこれ。肉寿司冷房の田中さんからごちそうになりました。ようこそ石川へ。ラストふきふき源助大根鶏野菜味噌のせいただきます。これが東京で六本木交差点、金沢の片町交差点です。3軒目チルハウスに連れてってもらいます。いただきます。
ローズリラックスパンナズナのキャンディーアップルです。おお、なるほど。ショートさんにごちそうになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。飲み終わってタクシーで金沢駅に向かってます。たくさんごちそうになったので感謝の気持ちを込めて鈴見門からチャンネル登録よろしくお願いします。大変ごちそうさまでした。ということで宿に帰ってきました。今日はたくさんごちそうになりました。おやすみなさい。金沢といったらカレーでしょってことで最後チャンピオンでカレー食いたいと思います。来ました、これが金沢カレー。お次はソースがかかった揚げたてのカツ。キャベツたっぷりカツも乗ってこの量で720円は安いよね。とろみのあるルーだからフォークで食べるっていうのも面白いところ。これから福井に移動するので金沢駅に戻ってきました。門もすごいけど門をくぐった先のドームもすごいよね。福井まで特急自由席で2540円。特急しらさぎに乗って福井へ向かいます。ちょいレトロだけど高級感のある内装です。金沢出発、バイバイ金沢。福井の方がだいぶ雪が多く残っているよう。50分弱で福井駅到着。今回はここまで。金沢からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。